俺レディスリーだと思ったわけレベル1アクション。さあ最初に触ってきたどちらかいいタイクからしっかりワンコンに行くダウンとってボール主審でそして投げさあ逃げたい強が裂いている細かけたらダメージを取っていってサンダルサービス中段で崩していくしっかりフィラッシュからクレッジタッチ人気だ行くんにおいだ復調しか単身エスパング投げていくさあ今度はミスってしまってだが橋をとりあえずキープ勝利権4で形状つかせるダメだ切り返し大敵にはいいポイントってとこさあジャンピーを持続できてもうパニック西選んで崩してここで第一が崩して中空中暴れからダメージ取ってボンパンが強いさあめくりばいながらしっかり決めきって画面が一本選手レベル2アクション開幕狙った西井だったがカウンターがしまうラグナガは番号決めて西井が青が今腰だけ届いていくゲージも溜まってさあ直下から昇竜警戒していたところで投げ避けながら選んだ最近ずらしていく着地際に重ねるがダマドレス前へガードしてからしっかりコッパンで警戒していくスーパーパンコパンコパンが強い下ろしてくれない着地記録しかしエルゾング右下段ガードしてコパンコパン暴れろよとコパン重ねてさあここで我慢してきて大地走らせてぶっ込んでいってワンボン決めるマイシーガラスまでここでコクシムサークとガードしてしまった大ゲームがさあここで投げを見せて崩していく石井からマイキーで飛ばして足へ飛ばずここで崩せるか重なりかコンパイキーの場所がジャンプ攻撃からワンコンボタッド大地一本取り返すレベル3いつエアで襲ってああいいダメージを取っていく3000か2000かってところここで昇竜拳ラグナガが切り返す大空ずらして前にジャンプ2位の着地昇竜4点ルーシーが簡単たまりますとだがこちらも昇竜4点ここでだがライチがもうノーボディから足へ暴れちまう一転してライチが不利な状況足を切るかここで正しいラグナガ切り返すラグナ君当たしまうボトしてソリが取れるか上は逃がさんジャンイール対決取ってガーキャン切り返してここで逸らせしっかりバーストを読んで決め切って地方の仕事していくラグナーのデッドスパイクとかねすごいラグりやすいんだけどレベル1さあ地方出てくるのはレオのレースさあ立ち切りからワンコン運んでいく起き上がり法廷劇を握りかかってしっかり1本も足に届く中段を重ねてパスなんでさあ一挙に流れを取って煽っていくさあトップレベル2アクション石しっかりエリアル運んでいく中段入れずに食らっちまうバースト対策のコンボさあ中段から減るダメージ暴れを通
してしまって、5センチからボディーが見立って足を背負わせる。ガラスをハードで一切読まれる。ジャンピー前身が当たるが、コンプレーケツ。さあ、熱波で起き上がり、さあ、ここでどうする？ガンピットキャンセルから、さあ、中段は打たずに、ジャンニー逃げるか。楽しみだ。ジャンプコイが当たれて、ジャンピットキャンセルでダメを伸ばす。さあ、こっちの中が少ない技なので、かかわけない。さあ、ラッシュオラオラから脅威見えないタコを仕掛けて、挑発まで入れていく。画面が見えないから涙で笑ってた、ごめん。さあ、開幕お互いにいいリーグ、デイスカーをなんとか捕まえようとしていくか。投げで捕まえて、ワンポンこっち。ダメだ、なんとかしていけないが、リーグにしかなかなか邪魔さい。ジャンピーからしっかりワンポン。さあ、ポンポンミス。さあ、ここでラームでチャンスがない。中段だったが、その後の派生でミス。リーグにす、しまって、これでどう当たらず、前銀からしっかり回復を取ってワンポン決めていく。スタートして、ジャンピーが強い。石井三振から、おっと、大きいダメージを取るチャンスだったか。ここで中のヒット、しっかり端っこ前来ていく。これは起きてみると、三振型で下段ガンダッシュ投げ、心が強い。読み勝って1本目はレオレースが一歩接種。レベル2アクション。第2ラウンド、熱波どうやってパスを使っていく。投げて2500ダメージ。あとはラウンドがどれだけ処理ができるか。中段はレードリーで倒して三振、シンクロシンが飛ぶ。あ、おいだ、とりあえずつなげていいダメージ。奥手が全然許してしまう。さあ、ラムダがなんとかして近づかせるくらい、前にからしっかりエリアルつないで、コンボを決めていく。重力で寄らせずに、EGX と投げを決めて、おっと、コンボミス、ゲージがなかった。レドリー、さあ、グーズで見ていたわ。決めきれるか。しっかりディストーションドラムで4ターンラムダが取り返していく。レベル3アクション。最初のラウンド、ガードしてしまって下段からフルしていく。足は運べない。コンボミス、ラムダがなんとか逃げて、中段から沸騰して、さあ、ガンダッシュ、中段もスペガード、ゾンビはリグにハムわれる。ガードされて、しっかり中央でコンボ決められる。なんでいいダメージ、ガードしやがった。中段から伝わりへ、ダッシュ、マシーやばいから、大きい目は中段を選択。それが通って、ガバリエ、タッチから、もう一度ガバリエ、奥攻めはドルタクへ行く。弱い、でのアストラヒートを出していくな。ゲージがない、レイズが、これは厳しいが、中段ヒット、コンパンから、サンシーラピット、タッチリーまで、相手の大将を引きずり出す。さあ、大将同士、銀さんの陣と四田さんのハグ、昇竜拳、足から逃げて、ジャンニーまで投げて、もう一回走り行けよと、タッチしてきた、三振、昇竜、前へ出た、落としてから、こっちで、タッチ、ジャンニー、三振。リードは三浦さんが
さあ、タッチリーの硬直にジャンシーを刺していく。つなぎ歩けて。ジャンシーが強い。サンシーブレードから、しっかりダメージを飛ばしていく。キャバリエ。キャバリエでした。昇竜拳からしっかりコンボを決めて。まあ、多分プレイ時間的には確かにレオさんが一番やってない。対策見せていく。前にはなかなかいい固定だが、さらにマースト使っていく。真空があったって起き止め。なかなかダメージを取れないラムダが、なんとかしてダメージを取りたいが捕まえない、引っかからない。さあバックステップに引っ掛けてバンコン2400ダメージ、重力からラインを上げていく、下げてラインを上げて下げて右に使って、さあお互い的にイーブンガードして読んでるんだぞと。ゲートのイガムダが暴れにフルコースを立て、コンパ投げ、ラピッド使ってダメージを伸ばしていく。これは来ましたか。ジャンディーからリーウソをしっかり対象の仕事して、海を離れていたので知らない。レベル1おぉ下がマイクを渡さない。じゃあ実況していきましょう。お互いからは一緒、ゲームライバーからさあ次はつけない、ボランティここは打たない、なんか今ボランティ聞こえてきました。確かに逃がして逃げるカレンガーだがダメージが足りない。スパークボールの2ジャンピーさせて、ニバチェニバチェ相手が煽っていく、煽りじゃないのかもしれない。暴れを潰し方して今度は若干怪しいか、派生から前シーこれだ、ジャンニシーが最低限にならずにニバチェ逃げれる、さあ手がかかる有利、彼がなんとか守ってない。ここで投げを食らってしまって、千切さんの出川一本選手。レベル2、アクション。ラインアウト。千切さんの出川が投げ入れて、これだから。姉さん使える。スイッチハンマーで姉さんごと殴っていく。スイッチハンマー。コパンコパン。ここから中断しっかり立って。セイガーはなんとか逃げていく、投げからこれだ、バスト読みか、バスト読みか、さあここでバースト使ってしまったところによく見ていたスパークボール出して、さあご飯粒ついてるよ。で地方出てくるのはドルさんのラグナデッドスパイクから D 勝利を出してしまった。リードライバーで座れて三振、さあで第一力をつけられて後半から前に補正切り、さあ 2D が使ったところに仕上がり返してしまう。ガチ D からデッドスパイク前からカウンターヒット、スパークボール潰されてデッドスパイク前ですか、デッドスパイクが2-2、いい感じに当たるが数えたらずっとダメージ取って 2-2 が当たって追い入れて決めていく。見せてみろ、レベル2アクション。ジャンシーヒット 2-2、 ジャンシーが当たる、前に A から肩を洗うバースト、ラシリーからワンコン、デッドスパイク前に使って 6D をバックスでかわして三振ガジェット、
Let's make it. Star Wars out. Bye, Namibat. Let's make it. Star Wars out. 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 Let's makeそれがええ見んじゃないかな。石本さん。マジでそれやばい。さあ、ワンコンとっていうのはナリナスさんの、なんだっけあるから。ノエルそう。なんか嫌いすぎて名前忘れちゃった。そうそうそう。さあ、2位から中段。次回ワンコン決めて。ワンコン決めなって。さあ D ボタンでコンボしてるか。さあ前へスカッとともに E ドライバーから三振じゃんけんしようぜ。後半からダッチャンチタチミタチ前進がつながらずノイルってつながりません。変わんない。さあ、ホイール、さすがにあれ、ガスキード、食らっちまう。テラブレイクまで入れて、ペンギンさんがリーチをかけていく。レベル2、アクション。カウンター。中段ミス。中段。悪いが。ドライバーでスティック。マシ俺だ。じゃない。ガジェットウィンガー。最近ヘッテリが襲ってきついて覚えてない。ここでまたドライバー。え、だから3、4、1って言うかといけない。ドライバー。今日なんか4回ぐらい来た。ガジェットウィンガーちゃんでしょで、金バンド切り返して。ジャンディー当てるな、これは。さあ、ノエルが苦しい。ここで 4D 当てて、ワンチャンが到来。さあ、ちょっと安いルートだった。さあ、あった FD にアンパルまでいける。ED が当たって、パソン。さあ、ノエルが苦しい。シュート上げて、ガードして外せ。